これは何でしょう？ということでね、いきなり答えからいきたいと思いますが、これはですね、スペシャルウェポン、ジェットパックの開始地点につくマークになります。ジェットパック使ったことありますか？発動したら空を飛んで移動して攻撃ができたりするんですけど、時間が決まっていて終わったら開始地点に戻ってくるんですよね。その開始地点につくマークです。はい。でも問題があってですね、このマークはなんと敵からも見えるんです。はい。察しのいいね方ならもうわかりますよね。周りが安全だとして、敵の色のこのマークを見つけたら、どうしますか？はい。帰ってくるのを待ち伏せして切るですね。そりゃそうよ。こんな感じで、ほら、マークが減っていくので、これがゼロになるタイミングあたりで戻ってきますから、ボムを仕掛けるなり、まあ、撃ちまくるなりして待ちましょう。もちろんね、使う方はね、そうならないように、まあ、見えづらい位置で発動するとか、工夫して使いましょう。また、実はジェットパックってアーマーがなくて、リッターとか、長距離武器で撃ち落とされるんですよ。敵の武器構成にも気を配りましょう。短距離武器ばっかだとね、あんまり気にしなくていいんですけどね。操作は普通に移動するスティック移動、弾を撃つ ZR、ZL でイカになって地上に降りることもできます。危ない時はですね、イカになって逃げるのもありですね。結構目立つし、撃ち落とされたり着地点が狙われるので気をつけないとですけれども、空を飛べるので楽しいですよ。あとサーモンランでもジェットパックが出るので、サーモンランやってる人はですね、しっかり使えた方が絶対いいですね。パグさんもね、鮭大好きです。使える武器は2つだけですね、今のところ。必戦と、クーゲルシュライバー、この2つになります現状ね。まあね、正直スペシャルの中では弱い方かな。でもね、空を飛べて楽しいですよ。じゃあ最後に実際に縄張りバトルでうまく使えた瞬間を、まあ、その部分だけね、ほんの20秒くらいお見せしますね。はい、これはマサバですよね。今ジェットパックを使ってね、まあ、適当というか、まあ、敵がね、潜んでそのところに打ち込んでいって、まあ、1キル取ってるって感じですね。はい、こっちはね、アマ美術大学ですね。この辺はね、見えてる敵がいたので、見えてる敵を狙って、撃っていってるかという感じですね。その辺にもいるよね。はい、こんな感じでね、使うことができます。はい、ということでね、このマーク見かけたらですね、ジェットパックの開始地点、着地地点になっておりますのでですね、見つけたら待ち伏せということでお願いいたします。はい、この動画がですね、少しでも面白かった、参考になったということであればですね、何も深く考えることはありません。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。最後まで見てくれて本当にありがとう。